家庭菜園ライフ、杉並で菜園をやっている高橋です。今日は、ニンニクの初期生育を良くするための、マルチの使い方、肥料の使い方、ポイントについて、ご紹介していきたいと思います。ニンニクというのは、初期生育から冬にかかるまでの成長が非常に重要で、ここでどのように育てるかで結果がだいぶ違ってきます。ニンニクというのは植えた直後から葉を大きくしていくということで、冬の間光合成により植えた種球に養分が蓄えられて、それが春に爆発的に育っていきます。残念ながら春から葉がぐんと大きくなることはちょっと難しく、小さいものは小さいままで済んでしまいます。春に大きな葉の状態で迎えますと、さらに光合成も進み、ニンニク一つ一つがだんだんと大きくなっていきます。今回は初期の生育を良くするためにやっていることをいくつかご紹介していきます。また冬場に実施する、追肥についても少しご紹介していきます。それでは行ってみましょう。それではニンニク栽培の大体のスケジュールを確認していきます。ニンニクを植える場合、そろそろ植え終わる必要があり、10月の中旬頃までには植え終わるようにやっていきましょう。もし遅れてしまった方は、苗などはもう売っておりますので、芽出しが終わった苗を植えるような形で栽培にチャレンジしてみてください。ニンニクは冬越しを行い、その後4月5月に一気に肥大化が始まります。6月頃だんだんと枯れ始めてきますので、そのタイミングで収穫となります。約8ヶ月から9ヶ月かかる非常に期間の長い野菜ですので、できるだけ成功できるように栽培をしていきましょう。それでは準備した種球を見ていただきたいと思います。まずこちらは去年採れたニンニクで、これはジャンボニンニクという品種になります。一粒がですね、非常に大きなサイズになるニンニクですね。こちらは、今年植える、4種のニンニクになります。それでは一つ、それぞれ、ご覧になっていただきましょう。まあ、これはですね、比較的新しい品種だと思いますけども、赤ニンニクというですね、まあ、ほんのりとその、まあ、赤い、色がついている、ニンニクですね。でこれは家庭ニンニクというですね、まあ、ごく一般的な、ニンニクですね。でこれはですね、日本が誇るホワイトロッペン、ですね。でこちらの方がホワイトロッペンの、新しい品種のニューホワイトという品種になりまして、まあ、どちらかといったらその暖かい、地方にも向く品種ということで最近出てきたものです。で今回はこの5種類を植え付けてみようと思ってます。まずは、ニンニクの種が良くないと、やはりいいものはできませんので、大きな種球を選ぶようにしてください。それでは初期生育を良くするための一つ目の作業です。地温を上げるようにしていきましょう。黒マルチなどを設置して、年内の地温がしっかりと安定するように、対策をしてみてください。マルチしなかったよという方は藁なども使ってもよろしいかと思います。今回私は透明マルチなどを使って、さらに、地温を上げるような対策を考えています。こちらです。まず透明マルチを貼る前にですね、太陽熱消毒を一度かけてますので、ですので雑草の種は一応死滅しております。ですので、まあ、こういうふうな透明マルチを貼ることによって、まあ、地温もしっかり確保することができて、なおかつ、まあ、ご覧のように、湿度もですねしっかりと確保することができます。でさらに雑草の種はもう死滅しているはずですので、ニンニクを植えてもですね余分な雑草が生えてくるということは比較的、少ないと思われます。ということで今回は透明マルチを採用してみました。続いて2つ目ですが、有機化成を植える前に少し投入しました。今穴の中に見える白っぽい粒ですが、これは有機化成になります。元肥もですね、まあ、そこそこ入れてるのですけれども、まあ、年内にですねできるだけその成長を早めるために、少し追肥をもう最初から入れております。実際にここに植え付けをしていきたいと思います。では実際に植えていきましょう。このような棒を使って穴を開けます。もう一箇所開けてみます。では植えていきます。植える向きですが、とんがってる方が上になります。であとご覧のようにですね、こう薄皮がついてますけれども、
薄皮は無理に剥がさないで結構です。まあ、物の方によってはですね、この皮を剥いた方が発芽しやすくなるということも謳われていることがありますが、無理にですね、こう薄皮を剥くとですね、まあ、爪でこの種に傷がついてしまうことがありますので、そうすると雑菌が入り込みやすくなって病気になりやすくなってしまいますので、まあ、この薄皮がついたままでも十分しっかり発芽できますので、このまま植えていきたいと思います。では植えてみます。でこの時に、ニンニクの種の上に土が、まあ、大体今3センチから5センチぐらい残るようにして鎮圧しておしまいです。じゃあもう一箇所植えてみます。重要なのは深すぎないということです。先ほどの棒をご覧になっていただくと、このラインに、マークをしてますが、これはニンニクを植えた後にですね、深度がだいたい5センチぐらいになるように、調整したラインになります。このように、事前準備しておくと成功率が高まります。ということで植え付けが終わりました。この後重要な作業としては雑草取り、そして冬場の追肥が重要になります。特にですね、12月の追肥というのは非常に重要になりまして、まあ、これをするしないの違いでですね、やはり冬越しした時の、苗の大きさがだいぶ違ってきますので、ですので12月の、追肥は必ずするようにして、越冬するまでにですね、十分にその苗の、体をですね大きくするようにしてみてください。苗の体が大きくなるとですね、まあ、春先にこう鱗片が太るときに、その太る栄養というのはですね、根からだけではなく、まあ、葉や茎からも鱗片の方にこう逆流してですね、玉を太らせますので、ですのでいかにその体を大きくするかということが、立派な鱗片を取る一つの重要なポイントになっていきます。皆さんも意識的にやってみてください。今回は以上です。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。